PopteenTV! はい、どうもこんにちは、ネオです。シャキーン。はい、ということで今回はですね、なんと私、Popteenのね、9月号で卒業ということになっているんですけれども、今回は卒業号の表紙をしていただくことになりました。本当にありがとうございます。Popteenには1年とちょっと、一番初めにピン表紙した後に結構いろいろ後悔だったりとかがあって、そう、自信満々の自分を届けられなかったっていうのがあったので、今回ね、撮影ができるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ピトピーの花言葉は詩を忘れないで。うるってしちゃうから。そうなんだ。スイートピー好きになった。私を忘れないでらしい。赤いスイートピーだろ。違う。嫌な予感。違う、これさっき塚谷さんがやった。いや違う。人のせいにする。本当。違うよ。そういうことか。こういう風に見せかけて足やられてるかもしれない。いやだから今ちょっと隠してる。あ、そうか。やめた。100年の方には何パーぐらいですか。ぶっちゃけ。85。結構。寒いじゃん。全然暑かった。こっちからポッポッカよ。ポッカポッカよ。ありがとう。今レンズ変えたんですけど、どっちの方がいいですか？カメラでやっぱり違うらしいです。あ、間違えたレンズです。自分紫がイメージカラーみたいな感じなので、これも紫なんです。では2パターン目いっていきたいと思います。次行きましょう。はい、という2コーデ目なんですけど、さっきはなんか割とお団子でポップ系もう明るいカラフルって感じだったんですけど、好きな紫入れつつ、なんだろう、これもこれね、ちょっと黒と白入れてネオっぽくしていただいてるんですけど、髪の毛も下ろしてさっきよりちょっと大人っぽくなってるかと思います。どっちになるかマジで、さっきはあれになると思ったんですけど、これ撮ってみてなんか反応を見てたらどっちか分かんなくてドキドキでございます。こんだけもう人めっちゃ多いんですけど、今日なんかね独り占めしちゃってます。ははは独り占めです。イエーイ。サービス料いくらですか？いくらですか？ 10%。 やばくない？パーセンテージ言うあたりリアルやね。めっちゃリアル。やだやだ。下げたらさ、どうなる？普通に膝に近づけたらどうなる？肩普通にやる。ああ。目があ、ごめんなさい。はい、すみません。ドライヤーよりすごい。一回皆さんもやってみてほしいんですけど、家のドライヤーでやってみて。後半こうなりますから、みんな。結構ちょっと急ぎで欲しい。ドライヤーの人とかもっと無理も。ない卒業のなんかずっと前から、その高3が終わるタイミングで終わって自分だけでけじめをつけようっていうのあったんですけど、それ決心してから今日が来るまで早すぎて実感もなければ、まだノアニャン、バビー、ねるちゃんの3人以外にはのモデルさんに言ってないから、不安っていうか変な感じします。はい、いいでしょう。おおいいでしょう。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。わーいわーい。飛ぶかあれは。うさぎやん。ね。よしできた。あ、すごい。すごい。あ、やばい、間違えた。表紙の撮影ということで、本当にありがとうございました。まさか最後に表紙ができると思ってもなかったし、もう企画いただけるだけで十分ぐらいだったので、ちょっと嬉しかったです。本当にありがとうございます。なんか、今撮影は。凝ってるので最後ってわけじゃないんですけど、一番最初ピン表紙から始まってピン表紙で終わるという、こう素敵な終わり方ができたのは本当にこう編集部の皆さんのおかげでもありますし、いつも応援してくださるファンの方だったりとか、周りで支えてくださった方がいたおかげなので、これからも初心の気持ちを忘れずに全力で頑張りたいと思うので、これからポップティーンをよろしくお願いします。あ、ネオが予想するってこと？うわー、編集長からプレゼントが。えかも。うわ、自分的にはワンパターン目の角でカラフルな方かなって思います。これ当たりましたね、これ確実に。正解はこちらです。わかんない、本当に絶対、いや間違えたくない。ぜひね、そっちだと思ってください、皆さんも。多分きっとそうだと思います。2月29日発売の4月号、ぜひチェックよろしくお願いします。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録